なんかついてる眉毛。眉毛なんかついてる。はい。How are you guys? もう今日はね、ほぼゲリラ的に始めましたからね。お、どんどん数字が増えてってますね。Hi, how are you guys? This is Julina. I'm fine. Yay! 最近はコンサートの、お、600人、ありがとうございます。コンサートのリハーサルがあったりして、あとね、自分のプロデュースグッズとかもあったりするんで、ぜひぜひぜひ楽しみにしてもらえたら嬉しいなと思います。中国語も？シェシェ。シェシェだじゃん。I'm from Indonesia and I really love you だって。Thank you. I love you too. 嬉しいわ。わあ、ジュリナだって書いてある。ジュリナですよ。いや、痩せてきましたよ、めっちゃ。だいぶ。今日は髪の毛ちょっとウェット的な感じなんですけど。アイラインはね、そう、キリッとしてる。そう。ブルーにして、T シャツブルーだから、ブルーにして、アイラインをピッて跳ねてます。タイランドからもありがとうございます。コップンカー。いや、これからもっとね、いっぱいいろんな国の言葉喋れる人になりたいです。沖縄から、ナンクルナイサー。あいや、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 さっさ、みたいな。違うか。いいプロレスラー教えてください。難しいね。いいプロレスラーか。いや、清宮海斗じゃないですか。あの方には未来がある。目が可愛い？ぴょん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 。休憩時間待ちるからバイバイだって寂しい。バイバイ。アーカイブ残そっかな。韓国で見てるよーだって。アニョーン。ちんちゃんぽこしっぽっそよー。ぽっそよ？ちんちゃんぽこしっぽよー。うんおんへっちゅせよー。おっぱおんにさらへー。名古屋だから名古屋ってありがとうございました。スニーカー2足注文した。すごい、ありがとうございます。ね、素材がいいものなんでね、お高くなってしまっているっていうのと、ジュリナブランドがあるのでちょっとお高いんですけれども、ぜひね、あのたくさんの方に手に取っていただければ嬉しいなと思います。最近すごく色っぽいですね。お姫様抱っこしたいです。どういうこっちゃ。うん、早くやっぱりもう踊りたいですね。でもフラフラしないかちょっと心配。やっぱ体重をやっぱり気にしてて、でそうすると食べ物とかも結構気をつけてるから、まあジム行ったりとか、まあ、治療したりとかもあるし、13年のね蓄積が溜まってるんでね、そういう治療もしたりとかして結構痩せてきましたね。愛嬌欲しい。はい、ブンインドネシアのジャカルタに来てください。もう行きたいです。I want to go to Jakarta ですよ。ほんと、リアリリアリ。だけどね、今はね、ちょっと、行けないですよね。今日はですね、コンサートの MC の打ち合わせをしたんですが、どんなのがいいかなっていうので、打ち合わせ中に、もう、ってなっちゃって、こいつに頼りました。そう、秋元先生みたいでしょ、打ち合わせ中に。すいませんっつって、ヤミー、ジャパニーズスイーツじゃねえ、スイーツじゃないよね、あ、ジャパニーズスナック、スナックポテトスナック。This is potato snack. 合ってんのかな？わかんないんだけど。もぐもぐ配信。差し込んいけない。食べ方美味しそうって書いてある。いくよ。
カリッと新食感みたいな CM 来そう。じゃがりこの CM は秋元先生に来たら一番面白いと思うけどね。怖く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 。息子と洋服買い物なう、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいパパ。声かすれてるけど大丈夫。今頑張って歌ってきたんですよ。韓国のファンです。アニョン、嬉しいです。会いたかった、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 イエス、はいはいはい、会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。ジュリナリータラタタタウイエーってことでしょ。美味しいです、美味しいです。ビミです、ビミ。韓国で応援してるファンです。いつも今日韓国のファンの人多いね、嬉しい。私最近 ENHYPEN が好きです。最近っていうわけでもないけど、あのアイランドから来てアイランドテストみたいなやつから見てて、なんかプロデュース48出た時に、あ、女の子だったらこんな感じなんだなって分かったから、男の子バージョンはどういう感じなのかなと思ったら、まあやっぱ似てるものとかも結構多くて、なんか気持ちが結構入っちゃって、アイランド見てる時はなんか日本と韓国の練習生がいるんだけど、もう韓国の練習生ってプロデュース48の時もそうだけど、もう練習期間とかすごい長いからダンスも上手いし歌も上手いんですよ。その中でアイランド見てたら、日本の男の子がダンスでめっちゃ褒められてて、それがすごい嬉しくて、で一番応援してた子が残念ながら最後の投票とかで決まらなくてしょんぼりって思ってたんですけど、なんか新しいユニットまた作るみたいでよかったみたいな感じでしたね。でなんか、え、みんな ENHYPEN 分かります？ ENHYPEN 化粧いい感じ、嬉しい、ありがとうございます。そう、 ENHYPEN 好きなんですよね。なんか確か香取慎吾さんも ENHYPEN が好き。ニキめっちゃダンスやばい。そうそう、ニキのダンスは本当にすごい、めちゃくちゃかっこいいし、なんか世界で世界的なグループの中で一番ダンスうまいのが日本人っていうのがすっごい嬉しいですね。だから ENHYPEN がセブンティーンの表紙になった時があったんですよ。めっちゃ買いたかったんですけど、私まだ23だしな、まだじゃない、もう23だしなと思って買えなかったんですよね。そう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 。いや、これから ENHYPEN はどん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 来ると思いますし、日本にぜひぜひまた来てもらえたら、私は会いたいなってすごい思いますね。同じ番組でね、一緒だったらもう超最高に嬉しいですね。そう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 。なんか自分のやっぱ昔を思い出したりもするんですよね、すごくね、オーディション番組。ね。そう、ケイとニキね、あとタキもね、そう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 、嬉しいよね。私のコンサートもアベマ TV で中継するんで、え、アイランドと一緒ですよ。アベマ TV で中継なんで全世界から見れますし、たくさんの方に見てもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はぁ、ジュリだったらENHYPENの話めっちゃしたいって。全然いいよ、握手会っていうかお話し会の時とかね、やろうよね、全然やろう。ジュリナちゃんのアイドルめっちゃ好き。ジュリナちゃんのようなインドネシアの女優がいいですね。本当に？パープルじゃないんだこの服。水色。もうちょっと上から写した方が絶対可愛いな。こうやって。ここの角度の方が可愛いんだけど、ちょっと立たないんだよね。まあ、いっか。みんなどんな私でも好きでいてくれるもんね。嬉しい。ペルーから、ペルー？リアリー？ Thank you。いろいろありますね。次はちょっとチョコレートを食べたいと思います。ストレスを
低減させる。事務的な作業による一時的な心理的なって書いてあるよ。事務的だったもんね、さっきリハじゃないや、MC の打ち合わせ。いただきます。おいしい。うん、ギャバね、これ美味しいよね。目みたい。私アニータに似てない？アニータ知ってる人誰かいないかな。ねえねえアニータ、今日ここなんかこうしたらリアルアニータじゃない？アニータわかる人いるかな？っていうかちょっともう英語しかなさすぎてびっくり。知ってる？アニータ。アニータだよね、なんかアニータっぽくない？シュン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 みたいな。ひみこさまこっちでしょ。ひみこさまってやつ。まりこさまでしょ、言うなら。アニータだったよね、名前。アニータのコスプレしたら似合いそう。でもない。アニメのコスプレさ、すごいしたいんですよね。でもどこで買えばいいか分かんなくて、そういうの知ってる人から言ったら教えてほしい。教えてほしいし、送ってくれたら着るよ。そう、送ってくれればっていう話で今気づいたけど、もしね、コスプレでね、ジュリナがこういうの着てほしいんだってものがあれば送ってくれれば、おやつタイムです、おやつタイム。そうそう、あれなんですけど、3月4日誕生日だったじゃないですか。本当にプレゼントたくさんありがとうございました。ケアのね、ケアをするもの、体のケアをするものが結構たくさんあってすごく嬉しかったです。日本語が少なすぎて不安になるのは自分だけ。いやー、不安ではないですよね。うん。でも、フォロワー数の半分が日本人で、半分が海外の方なんですよね。それって本当にすごいことだと思うし、嬉しいことですよね。ネイル見せて、今ボロボロでダメですね。もう次かまた新しく変えてくるんで。帰ってきたらあれします。あ、送るの忘れた、だって。じゃあどうしましょうね。何買ってもらおうかな。手振ってください。はーい、はーい、ハロー。でも私も英語全然喋れるわけじゃないですよ、本当に。うん、本当に全然そんなんじゃないんで期待しないでください。あ、またブラジルから来た。 Thank you。ブラジルすごいね。タイから来ました。コップンか。やっぱり行かなきゃダメだね。うん、行かなきゃダメ。これで気づいた。海外からもう呼ばれてるなってことにすごい気づいたから、一人になったら必ず行きますね。タイだったりインドネシアだったり、やっぱりこうファンの人の中でも、私のファンの人が遠くに行っちゃうじゃないかって寂しく思っちゃう方もいるかもしれないですけど、そんなすぐに動けないし、私自身も名古屋でもね、ちゃんと活動していきたいなってすごく思ってるので、はいはいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。青海ちゃんとあれしてあてげてくださいって書いてあるね。そうだね、グローバル的な人気はすごいよねって。海外で活動してるわけじゃないのに。そうだよね、うん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 、本当にそう思う。なんで、何を見て私のことをそんな好きになってくれたんだろうっていう、すごい嬉しい。本当にすごい、本当にもう英語とか
もういろんな国の言葉。メキシコね、プロレス見に行きたいっすよ。ルチャルチャ、ルーちゃんじゃないですよ、ルチャルチャ。まだ3時か。そうだな、なんか眉毛についてんだけど、これなんかついてるよね。あ、取れた取れた取れた。仕事終わって家帰ってきてお疲れ様でーす。ジュリナちゃんの顔は世界向き。そうなんかな、国宝級。横顔国宝級ってなんなんこれ。横顔国宝級だよ、急なのこれ。自分で見えないんだけど。スクショした、スクショしてさ、横顔国宝級って書いてよ、みんなでスクショして。ね、横顔国宝級って書いてよ。面白いんだけど。じゃあ前から見たらどうなんだいっていう感じだよね。休憩中に見てて上司に怒られた。上司乗ってんじゃねえよっつって。はーい。反対も私こっちあんま好きくないんだけどな。いいや、いいよ、やってあげるけど。今日はマスカラはなしでーす。アイラインだけ、シャドウとラインだけの手抜きのリップはこれ。やっぱサンローランがいいね、リップは。これファンの人からもらったやつだよ。メイク品結構嬉しいよ、あと。あと、この間もらって嬉しかったのは、フェンディのマフラーと、フェンディの、なんか、ポーチみたいなやつが嬉しかった。フェンディ好きなんでしょうね。結構、フェンディのものとか結構持ってます。まつげ長いね。ありがとうございます。で、難しいんですよね。最近ね、あのね、あれも好きなんですよ。ヴィトン。ヴィトンも好きになってきて、でもなんか自分で買うよりはせっかくなんだろう、貯金しておいて、貯めたものを貯金しておいて、結婚したり子供ができたりした時に使ってあげたいなって思います。はい、というわけで私はもうすぐ卒業するので、いろんなことができるようになるので、皆さんそっとしておいてください。はい、もう自分の青春をね、とりあえず自分の青春を取り戻そうと、まずはと思います。いい奥さんになって、いいママになって、復帰してまた女優さんとかやったりしたりとかね、できたらいいなとか思ってます。はい、好きな人ができてパパラッチされてもそっとしておいてください。てか普通に男の人と、例えばですよ、私が青木真也選手と二人でご飯行くとするじゃないですか。お父さんだから、お父さんみたいな感じだから、それでもさ、絶対さ、なんか付き合ってるとかって書かれるんでしょう、きっと。それってすごい嫌だよね。そんなじゃないのにみたいな、そこが怖いですよ。普通に仲いい、今仲いい人たちと普通にご飯行くだけなのに、そうやって言われちゃう。青木さんだと大丈夫なんかな、わかんないけど。そこが芸能人の辛いとこですよね。うん。いや、そうじゃないのに書かれちゃうっていう。うんうん。それが嫌ですね。
遊んで遊んで遊びまくって遊びな遊びなっていうさ、あの高見菜さんのやつあったよね。まあとりあえずこんな感じで松井樹里奈はですね、元気です、元気です、元気ですし、コンサートもしっかりやりきりたいと思います。皆さん多分声は出せないと思うんですけど、その分拳突き上げたりサイリウム振ったり一緒に踊ったりね、そんなコンサートにできたらいいなって思ってますので、よろしくお願いします。結婚は慎重に選んでください。もちろんですよ、今すぐ結婚するとかないです、ない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 、それはないんですけど、まずは卒業するっていうところが大事なので、はい、それに向けて頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。以上、松井樹里奈でした。バイバイ、 Thank you for watching. See you soon. I love you. 顔面国宝級、国宝級、え、顔面で横顔国宝級間違えた、横顔国宝級ってやっといてね。あと、もしチケット外れてもアビマで見れるからね。みんなバイバーイ、愛してるよー、ハートハート、パーン、バイバーイ。